オンジャス、どうも、サオでございます。いや、最近薄味の動画が続いていて申し訳ございません。今回も、ポテトチップス薄塩味よりも薄い味の動画ですけど、まあ、ポテトチップスの薄味はそんな薄い味ではないですよね。まあ、それはさておき、今回は授業を全部受けたらどうなるのかって話なんですけど、みんな授業サボってるでしょ。意外と。クリアした人でも。まあ、生物、数学、歴史、言語学、バトル学、家庭科、美術とあるんですけれども、1、2、3、4、5、6、7、まあ、7×8 回の講義があるので、まあ、56個あります、まあ、特に面白いのはバトル学と、まあ、家庭科と歴史です、まあ、バトル学なんてものはもう結構僕めっちゃ好きなんですけど、このテラスタルシールドの回がちょっと見てほしいんですけど、まあ、まず一人だけおかしいポケモン連れてるのも面白いんですが、テラレイドバトルについて学べるんですけど、このテラスタルシールドね、テラスタルシールドを展開すると与えるダメージが大きく減ってしまう、我々はなすすべもなく負けてしまうかもしれない。ここで問題、どうすればいいんだと。私たちはこれ家に電話するがおもろいです。おいおい、最後を悟って家族と話すんじゃない。これいいツッコミしますよね。見習いたいですね。まあ、みたいな授業が受けられます。まあ、ただ一回一回、まあ、結構長いし、まあ、毎回ロード挟むのでめっちゃ長いです。まあ、なので、まあ、割とやってない人がいるので、今回最後のテストを受けます。OK。ここで4問取れただろう。まあ、あれですよね。教習所みたいな感覚ですよね。あとはペルソナを思い出しますよね。まあ、一応この授業を進めるメリットとしてはもう一つあって、うん。まあ、経験飴が毎回テストのたびにもらえる。お、経験飴 L もらったな。ん？これで課外授業の宝探しに専念できますね。気をつけていってらっしゃい。お、クラベルに褒められるだけ？もしかして。なんか話してたら。一応メリットがあって、ここで個別のね、このようにびっくりマークが出るんで、個別の会話ができるようになるんですけど、クラベルに褒められるだけ？で、クラベルさすがにだよな。これ出たんだよな。校長室にようこそ。授業受けました。授業といえば、木肌先生ですね。かっこいいとされている髪型、リーゼントですよ。リーゼントですよ。そうですよ。やばいやばい。え、わしの1時間は、まあ、一応ちょっと調べたんですけど、報酬があって絆イベント。クラベルだとでかい金の玉ですね。サワロがヤドンカップ、レホールがワルダクミ、ミモザが元気の塊10個、タイムがテラピース岩が50個、セージがガラルニャース、で、八作がテラピースドラゴン、キハダがタウリン ×10 だそうです。まあ、授業自体にメリットはないですが、この絆イベント解放するって意味で意味があるのかな？これ多分授業で解放だからね。なるほどね。うん。後回しでもいいかもしれない。うん。という、しょぼい検証結果でした。それでは今日も生放送やるので、ぜひともご覧ください。11月21日時点です。気まずいですが、残念ですが、さようなら。